坂口安吾戦争と一人の女野村は戦争中一人の女と住んでいた夫婦と同じ関係にあったけれども女王ではないなぜなら初めからその約束でどうせ戦争が負けに終わって全てがめちゃめちゃになるだろう 配線のめちゃめちゃが2人自体のつながりの姿で家庭的な愛情などというものは2人ながら持っていなかった女は小さな酒場の主人で妾であったが生来の陰本でちょっとでも気に入るとどの客とでも関係していた女であったこの女の取り柄といえばあくせくお金をもうけようという魂胆のないことで 酒が入手難になり営業が難しくなるとあっさり酒場を辞めて野村と同棲したのである女は誰かしらと一緒になる必要があり野村が独り者だからあなたと一緒になろうかというのでそうだなどうせ戦争でめちゃめちゃになるだろうからじゃあ今からめちゃめちゃになって戦争のめちゃめちゃに連絡することにしようか。 と笑って答えたなぜならどうせ女は野村と同棲した後も時々誰かと関係することを野村は信じて疑わなかった嫌になったら出て行くがいいさ初めから野村はそう言って女を迎えたのである女は遊女屋にいたことがあるので肉体には正気な愛情の喜びがなかった だから男にとってはこの女との同性は第一そこに不満足があるのだが低層観念がないというのも味方によれば新鮮なもので家庭的な暗さがないのが野村には好ましく思われたのだ遊び相手でありその遊びに最後の満足は欠けていてもとにかく常に遊ぶ関係にあるだけでもないよりはマシかもしれないと野村は思った。 戦争中でなければ一緒になる気持ちはなかったのだどうせすべてが破壊される生き残っても奴隷にでもなるのだろうと考えていたので家庭を建設するというような気持ちはなかった女は快感がないくせに男から男と関係したがる将棋という生活からの修正もあろうが 性質が本来頭抜けて陰本なので肉欲や食欲も同じような状態で喉の渇きを癒すように違った男の肌を求める見受けされて目かけになるだけの要望はあり獅子が美しく全身の肉付きが好ほしいだから裸体になると魅力があるのである妙に食欲をそそる肉体だだから 女がもし世紀の愛情の喜びを感じるなら多くの男が迷ったはずだが一人も深入りした男がない男を迷わす最後のものが欠けていたお客の中には相当迷って近づく男もいたけれど女と交渉ができてみるとかえって熱が冷めてくるのはそのせいで女はまた執念深い交渉が嫌いのたちだからその方を好んでいた 熱愛されることがなく一応かわいがられるだけの自分の宿命を喜んでおり気質的にもインポんンだがあっさりしていた小柄な痩せているようで妙に肉づきのよい鈍感なようで妙に敏感な動きを見せる女の裸体の魅力は本当に見飽きない情感をそそり立てるみずみずしさがあふれていたそれでいて んととううのののよびをあらさないといいだかたま女が快感を表さないから野村も冷静で彼は肉感の直接の満足よりも女の主体をさまざまに動かしてその妙なみずみずしさをむさぼるという喜びを見いだした。 女は快感がないのだからしまいにはうるさがったり怒ったりする野村も笑い出してしまうのであるこういう女であるから世間並みの奥様せんと収まることも嫌いであるが配給物の行列などは大嫌いでさほどの大金も持たないのだが景気よく闇の品物を買い入れて大いにご馳走してくれる。 料理を作ることだけは嫌がらずあれこれと品数を並べて野村が喜んで食べるのを気持ちよさそうにしていたそういう気質は可憐で浮気の虫がなければ俺にはいい女房なのだがなと野村は考えたりした戦争が済むと私を追い出すの俺が追い出すのじゃなかろうざ。 戦争が嫌おうなしに追い出してしまうだろうな命だってこの頃の空襲の様子じゃあまり長持ちもしないような形勢だぜ私近頃人間が変わったような気がするのよ奥様暮らしが板についてきたわ楽しいのよ女は正直であった 野村は笑い出すのだが、女の気づかぬことの正体を説明してやらなかった。そして、女の可憐さを楽しんだ。奥様暮らしが板についたなら、肉体の喜びを感じてくれるといいのだがね。野村はおかしさに紛れて笑いながらうっかり言ってしまったのだが、女の表情が変わってしまった。 表情の変わった挙句に女はとうとうしくしくと泣き出したのである悪いことを言い過ぎたね許してくれたまえけれども女は怒ったのではなかった女は泣きながら涙のたまった目でうっとりと野村を見つめて祈るようにささやいた許してちょうだいね。 私の過去が悪いのがいよ。すみませんほんとにすみません女は野村の膝の上へ泣き崩れてしまった野村はその可憐さに耐えかねて泣きじゃくる女に口づけした涙のように口もぬれその感触が新鮮であった野村は 上官に耐えかねて女を抱きしめた女は泣き見もだえて逆上する感激を表し背が痛むほど野村を抱きしめて話さなかったがしかし肉体そのものの真実の感動と喜びはやはり欠けていたのである野村は心に絶望のため息を漏らしたが それを女に見せないように努めたけれども女はそれに気づいているのであるなぜなら興奮のさめた女の目に憎しみがひらめいて流れたのを野村は見逃さなかったから野村の住む町の辺りが一里四方もやけのになる夜が来た 何がさて工場地帯であるからガラガラいう焼夷弾が降りしきりおまけに爆弾が混ざっている四方が火の海になった前の道路を避難の人々が押し合いへし合い流れている僕らも逃げるとするかねええでも。女の顔には。 考え迷う影があった「消するだけ消してちょうだい」「あなた死ぬの怖い?」「死にたくないよ」「例のガラガラ落ちてくるとき心臓が止まりそうだね」「私もそうなのよ」「でもあなた」女の顔に必死のものが流れた「私」 この宇宙を焼きたくないのよ。このあなたのお家。私の家なのよ。この家を焼かないでちょうだい。私焼けるまで逃げないわ。その時ガラガラ音がすると、女は野村の腕を引っ張って防空壕の中へ潜った。抱きしめた女の心臓は恐怖のために大きな動悸を打っていた。 体もおびえのために固くすくんでいるのであるなんというかわいいそして正直な女だろうと野村は思ったこの女のためにはどういう頼みでも聞いてやらねばなるまいと野村は思ったそして彼は火に立ち向かい死に立ち向かう意外な勇気が湧き出たことに気がついたよろしい 君のために頑張るぜ。まったく君のためにさええ、でも無理をしないで気をつけてちょっと矛盾しているぜと野村は冷やかしたあふれ出る広い大きな愛情と落ち着きを懐かしく自覚した処方の水槽に水を満たし家の四方に水をかけた 女もそれに手伝った。2人はすでに水だらけだった火はすでに近づいている前後左右全部である大きすぎる火であったがいよいよ林火へ燃え移ると案外小さな林火だけのものであり火の海の全部を恐れる必要がないという確信が湧いた野村はそれほど活躍したという自覚を持たないうちに 林家の火星は衰え、そして2人の家は焼け残った一丁四方ほどを残して火の海であるがその火の海はもはや近づいてこなかったどうやら家も命も助かったらしいぜ女は空のバケツを持ったまま庭の土の上に仰向けに倒れていた精魂突き果てたのである 野村も精魂突きて,ていた疲れたね女はかすかに首を動かすだけだった疲労困憊の中ではせっかくの感動も一向に力がこもらないけれどもと涙が流れそうな気持ちになったそれでふと女の顔を見たい気持ちになったのだが覗き込むように女の顔を見ると あなた。女は口を動かした死んだように疲れていた野村も一緒に土肌に寝て女に口づけをすると「もっと抱いてあなたもっと強くもっともっとよそうは力がなくなったんだよでも」 もっとよ、あなた私あなたを愛しているわ私分かったわでも私の体どうしてダメなのでしょう女はほとばしるように泣き結んだ野村が女を愛撫しようとするといやいやいや 私。あなたに住まないのよ。私死ねばよかった。ね、え、あなた。私たち。死ねばよかったのよ。しかし、野村はさして感動していなかった。感動はあったが、そのあべこべの冷ややかなものもあったのである。いつも一時的に興奮し。 感動するる女なのである「今日の女はかわいい」しかし浮気の本性は「どうすることもできる女ではない」「女は遊ぶということに執念深い本能的な追求を持っていた」「博打が好きである」「ダンスが好きである」「旅行が好きである」「けれども」 空襲に封じられて思うようにいかないので自転車の稽古を始めた野村も一緒に自転車に乗り2人そろって2時間ほど散歩するそれが確かに面白いのである交通機関が極度に損なわれて歩行が主要な交通機関なのだから自転車の速力ですら新鮮であり思想を呈した焼け野の街で変に世気がこもるのだ。 今となってはバカげたことだが一杯の茶を売る店もなく商品を売る商店もなく遊びのないのがすでに自然の状態では自転車に乗るだけで楽しさが感じられるのであった女は興奮と疲労とが好きなので自転車乗りがひときわ楽しそうであり2人は遠い町の貸本屋で本を探して戻るのである その貸本がすでに数百冊となり戦争が済んだら私も貸本屋をやろうかなどと女は言い出すほどになっている野村には明日の空想はなかった戦後の設計などは何もないその日その日があるだけだ処方が占領され戦争が行われている時いくらかの荷物を積み 女と二人で自転車を並べて山奥へ逃げる自分の姿を本当に考え込んでいたのである彼は自転車に積むわずかな荷物の内容についてまであれこれと考えていた途中で同胞の敗山兵に強奪されたり女が強姦されることまで心配していた悲しい願いだと野村は思ったすると彼は 日本人が皆死に2人だけが生き残りたいとやけくそに空想したそうすれば女も浮気ができないだろうけれども彼はそれほど女に執着しているのでもないしかし事実は大いに執着しているのではないかと疑う時があったなぜなら戦争によって全てが破壊されるというはっきりした限界があるので 愛着にもその限定がないない働きそして落ち着いていられるのではないかと思われたからである何戦争の破壊を受けずに生き残ることができればもっと完全な女を探すまでだこのフグな女体に逃げられるぐらい平気じゃないかと思うその不遇な女体が不グながら一つの魅力になり出している 野村は女の死体をさまざまに動かしてむさぼることにひかれ始めていたのであるそんなにしてはいやよ。彼は女の両腕を羽交い締めにして背の方へねじあげた情欲と憎しみが一つになりそのやり方は凶暴であった「いたいた何をするのよ」女は、 ももがこうとしてもダメだったそして突然「ヒー」という悲鳴を出した野村はさらにその女の背を弓なりにくねらせ女の首をかくがく揺さぶった女は歯を食いしばって苦悶したそして「ウウウう,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 うといううめきだけが揺さぶれる首から漏れた 彼は女を突き放したり転がしたり抱きつめたりした。女は抵抗しなかった。うめき疲れもだえしかしむしろ満足している様子でもあった。けれども女の快感はやっぱりなかった。そして情欲の果てに野村を見やる女の目には。 憎しみがあったそして「情欲とは無関係な何かを思う「しらじらしい」無表情があった野村はその無表情の「しらじら」とした女の顔を変に心に絡みつくように考えふけるようになった一言にして言えばその顔が忘れかねたその顔に対する愛着は女の「 不な感覚自体を愛することを意味していた戦争の終わる5日前に野村は怪我をした原子爆弾の攻撃が始まったのでとうとう死ぬ日も間近になったらしいなと思ったけれども生きたい希望は強かったそこで防空壕の修理を始めた焼け跡の土台石をもらってきて 王の周りに壁を作り出していたのであるその石が5つ崩れて野村の足の上へじりじり圧してきた上の1つだけ手で押さえたが下から崩れてきたので防ぐ法がないこらえると足が折れると直角したのでできるだけ静かにじりじりと後ろへ倒れた足は素足であった石は膝の骨まで食い込んでいた 経験したことのない激痛の中に絶望しようとする心と意志とがあった塀の外を人の足音がしたので救いを求めようとしたがその人が何事かと聞き返し了解して駆けつけてくれるまでの時間には足が折れると思った彼は1つずつ石をはねのけ始めた石は1つ15巻あり 尻餅をついた姿勢で跳ねのけるには異常の力が必要だった全部の石を取り去ることができた時彼はめまいと喪失を感じかけたが医師の力が足の骨折を助けたことに満足の気持ちを覚えたそれと同時に歩行に不自由ではとうとう戦争にやられる時も近づいたようだと思ったそして 初めて女を呼んだ。そしてリヤカーに乗せられて病院へ行った終戦の日はまだ歩くことができなかった生きて戦争を終わり得ようとは傷の苦痛が生々しいのでその思いは強かったけれどもとうとう女とはお別れだな この傷の治らぬうちに多分女はどこかへ行ってしまうだろうと考えたそれはさして強烈な感情を伴わなかった戦争が終わったんだぜ。そういうい意味なの女はラジオがよく聞き取れなかったらしいあっけなく済んだね俺もとうとうやられる時が近づいたと。 本当に覚悟しかけていたたのだったよ。生きて戦争を終わった君のご感想はどうですババカバカしかったわね。女はしばらく捉え難い表情をしていた多分女も2人の別離について直角するところがあったろうと野村は思った本当に戦争が終わったの本当さ。 そうかしら。女は立って凛家へ聞きに出かけた1時間ほども隣組のあちこちをしゃべり回って戻ってきて温泉へ行きましょうよ歩けなくちゃしようもない日本はどうなるのでしょうそんなこと俺にわかるものがねどうなったってかまをしないわね どうせやけのだものおいしい紅茶いかが欲しいね女は紅茶を作って持ってきた野村が起きようとすると飲ましてあげるから寝ていてちょうだいはい召し上がれ嫌だよそんな子供みたいにさじに半分ずつしゃぶっていられるものかこうして飲んでくださらなければあげないから 本当に捨てちゃうからつまらぬことを思いつくものじゃないか病気でおまけに戦争に負けたからうんとかわいがってあげるのよかわいがられておいや女は口に含んで野村の口に移した今度はあなたが私にのばしてちょうだいよ寝、ね、起きてほら嫌だよ 寝たり起きたりでもよお願いだからほらあなたの口からよ女は寝てうっとり口を開けている女は少量の紅茶をいたわるように飲んで口の周りをなめたまぶしそうに笑っているねえあなた この紅茶に青酸カリが入っていたら私たちもう死んだわね嫌なことを言わないでくれ大丈夫よいれないから私ね死ぬ時のまねがしてみたかったのよ東條大将は死ぬだろうが君までが死ぬ必要もなかろうよ あなた空襲の火を消した夜のこと覚えているおあ<う>私本当は一緒に焼かれて死にたいと思っていたのよでも無我夢中で火を消しちゃったのよままならないものね死にたくない人が何万人も死んでいるのに 私生きていて何の希望もないわ眠るときには目が覚めないでくれればいいのにと思うのよ野村には女の心が測りかねた語られている言葉に真実がこもっているのか皆目見当がつかなかった彼はただなぜだか女との激しい遊びのあとの 女のしらじらと無表情な顔を思い出していたあの時何を考えているのだか聞かずにいられなくなってしまった君はその時しらじらとした無表情の顔をするのだよ君は僕を憎んでいるにそういないと思いはするがその他に まるで僕には得体のわからぬ何かを考えているのじゃないかと思っていたのだがねあの時何を考えているのか教えてもらうわけにいかないかね女は訳が分からないという顔をしたその後では照れたようにかすかに笑ったそんなこと聞くものじゃないわ女は。 深刻なことなどを考えておりませんから。そして真面目な顔になって、あなたは私を可愛がってくださったわね。君は可愛がられたと思うのかい。ええ、とてもよ。女の返事は素直であった。例の一時的な感動に興奮しているだけなのだと野村は思った。 そして感動の底を割ればいずれは別れる運命別れずにいられぬ女自身の本性をかぎ当てていることの表れではないかと疑った僕はかわいがったことなどないよいわばただ色書きだねただ浅ましい姿だよ君を侮辱し貪さぼっただけじゃないか君にそれがわからぬはずはないじゃないか 彼は吐き出すように言った。でも、人間はそれだけのものよ。それだけでいいのよ。女の目が白く鈍ったように感じた。驚くべき真実を女が語ったのだと野村は思った。この言葉だけは女の偽らぬ心の一部だと悟ったのだ。 遊びがすべてそれがこの人の全身的な思想なのだそのくせこの人の肉体は遊びの感覚にふぐだったこの思想にはついていけないと野村は思った高められた何かが欲しいけれども所詮夫婦関係はこれだけのものになるのじゃないかという気にもなる案外 いい女房なのかもしれないと野村は思ったいつまでもこのままでいたいね本当にそう思うの君はどう思っているの私は死んだ方がいいのよと女は当たり前のことのように言った まんざら嘘でもないような響きもこもっているようだった陰本な自分の少年を恨むせいだろうとしか思われなかった死ねるものかただ気休めのおもちゃなのだそして野村は言葉とはあべこべに女とは別れた方がよいのだと思い巡らしていた「あなたは遊びを汚いと思っているのよ」 だから私を汚がったり憎んでいるのよ。もちろんあなた自身も自分は汚いと思っているわ。けれどもあなたはそこから抜け出したい、もっときれいに高くなりたいと思っているのよ。言葉とともに女の目には憎しみがこもってきた。顔は険しく、 悪になったあなたはひきょうよご自分が汚くていて高くなりたいの抜け出したいのそれはひきょうよなぜ汚くないと考えるようにしないのよそして私を汚くないきれいな女にしてくれようとしないのよ私は親に女郎に揺られて 男のおもちゃになってきたわ。私はそんな女ですから遊びは好きです汚いなどと思わないのよ私は良くない女ですけれども良くなりたいと願っているわなぜあなたが私を良くしようとしてくれないのよあなたは私をいい女にしようとせずどうして 一人だけ抜け出したいと思うのよ。あなたは私を汚いものと決めています。私の過去を軽蔑しているのです。君の過去を軽蔑してはいないよ。僕はただ思うのだ。君と僕との結びつきの始まりが軽率でよくなかったのだとね。僕たちは。 夫婦にななろうとしていなかったそれが2人の心の型を決めているのではないか女は大きな開かれた目で野村をにらんでいたそれから振り向いて寝転んで布団をかぶって泣き出した野村はなおも意地悪く考えていた女はなぜ怒り出したのだろう それも要するに自分の頻繁な血をかぎ当ててむしろその毒血自,自体がのたうっているあがきであり見ようによっては狡猾なからくりであり女はそれを意識していないであろうがまるで自分の頻繁なのは野村が高めてくれないせいだというような仕掛けにもなっているなんといっても野村には女の過去の頻繁無類な生活ぶりが 頭のの芯に絡みついていてるのだ。戦争は終わった戦争の間だけの愛情だということは2人の頭にこびりついていた敵の上陸する日までそれは2人の毎日の合言葉であり言葉などの及びもつかぬ愛情自体の意思ですらあったその戦争が終わったのだ 女は本当に一緒に暮らしたい気持ちがあるのかなと野村は考えてみても信じる気持ちがなかった咽頭の血が空襲警報に紛れていたがその空襲もなくなるし夜の明るい時間も復活しいろいろの遊びも復活する女の血が自然の陰本に狂い出すのはわずかな時間の問題だ 止めようとして止まるものか。高まるものか？終戦になってみると。覚悟は決まったようだ。何女だってそうなのだ。野村に行くってかかった。女は2人の愛情の永続を望むような言葉のくせに見ように。よっては野村よりも積極的にすでに。 二人の破綻のための工作の一歩を切り出したようなものだ」と野村は思った「女はいつでもいい子になりたがるのだ自分の美名を用意したがるものなのだ」「急に憎さまで湧いてきた」「女は一泊の旅行にでも来たような身軽さでやってきたのに出るときはそうもいかないものなのか」何「何 しばらく引頭を忘れて他の男の目当てがないから今だけはこんなふうだが今にこっちがへきえきするようになるのは分かりきっているのだと野村はだんだん悪い方へと考える女のわがままを見ぬふりをして一緒に暮らすだけの茶器は持ちきれないと思ったもう飛行機が飛ばないのね。 女は泣きやんで寝そべって頬杖をついていたもう空襲がないのだぜサイレンも鳴らないのさありえないことのようだね女はしばらくしてもう、う戦争の話はよしましょうよ。ししまょイライラしたものが浮かんでいた女はぐらりと振り向いて 仰向けに寝転んで「どうにでもなるがいいや」「目を閉じた食欲をそそるかわいいみずみずしい小さな体であった」「戦争は終わったのか」と野村は女の死体をむさぼり眺めながら ますます冷たくさえ渡るように考え続けた。